バン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 ブレイバーン最終話感想イサミネタバレ注意にゃ。さすがに最終話だとメカブチャンネル面白かったわねブレイバーン。面白かったわブレイバーン。テンションが切れてだれてるにゃ。この時代に12はきっかりのオリジナルアニメ原作付きでないので展開が読めない。キモい巨大ロボという発明、その珍妙さでここまで話を引っ張って、その中でシリアスとバカの間を大きく揺らぎまくるストーリー。狙って打ったスマッシュヒット、打ってほしいところで打つスラッガー、すごいわよね。ベタ褒めね。思うところはいろいろあるのよ。一応どうぞ。一部とても出来が良かったから、ヒットどころかホームランをかっ飛ばすんじゃないかと思ったわ。第1話のインパクトの盛り方、ブレイバーンの正体が明かされる前後、これは何か一発ぶちかましそうなエンジン音だけでブルドーザーだとわかる、あの感じ。いや、ところどころ本当にすごかったわね。でも肩透かしさましそうなところどころの雑すぎる展開、その辺は好みの問題やね。雑さも味だからね。そこも含めてブレイバーンという味わいが完成していると思うわ。最初から多分こうだろうという予想はいくつかあったのよ。1、ハッピーエンドは確定。2、多分脱ぐ。3、スペルビアとの合体をまだ残している。4、多分勢いで押し切る。はいはい、一応全部当たったわね。これはまあ誰でも当てると思うのだけど。そうね。では最終話12話感想戦。第12話勇気爆発のその先へ。突如地球を襲った外敵デストライブズ、8つの水溶剤を象徴する発体、人類最大の危機。同じく突如現れた勇者風ロボブレイバーンが合同軍事演習中だった各国軍を救い、主幹としてアライドタスクフォースを結成、地球奪還作戦開始というお話をこれまで展開してきていて、こりゃまたざっくり。ブレイバーンの正体が敵と融合したルイス・スミス少尉、後に注意であること、時間と呼応していること、敵の燃料電池的な生体パーツとして現れたルル、人類との触れ合いを経て未来から精神のみ、時間と呼応して現在に干渉するルルもあり、ざっくりよね。ブレイバーンがデストライブズと相打ちした未来から来たルルは現実改変を試み失敗。ブレイバーンが倒され、ステルビアも倒され、イサミは完全に心が折れる。全く主人公に見えないムーブが生かす。最高の死を求めて地球に来たはた迷惑なデストライブズ。これまでの戦闘で倒して残り2体。フンドのイーラ、貧食のポッパルチップム、スミス、ブレイバーン、ステルビアの死、そして死にたくないイサミ。この生き汚さ、パッとしない、かっこよくない、この辺がイサミというキャラの特徴よね。それが魅力として設定されている。本当に魅力になってるかどうかは人によるとは思うのだけど、ベタからちょっと外すのっていいよね。死にたくなさから逃げ込んだブレイバーンコクピット、その精神世界の中でイサミはブレイバーン、そしてスミスと出会う。開幕パンチ。イサミしょぼいのにスミスに対してだけは強いわね。内弁慶ね。この距離感おかしいのがいいわ。いいのかよ。精神世界でスミスとブレイバーンの関係性を悟り、ブレイバーンを託されるイサミ。俺は行くよ、勇気爆発のその先へ。勇気融合、合心、勇気融合、バーンブレイブビッグバーン。テンションが上がれば、そこから何とでも逆転できる。由緒正しいイヤボーンの法則ね。イヤボーンの法則とは、漫画、猿でも描ける漫画教室で提唱された作劇方法である。ヒロインがピンチで、いやー、と叫べば、秘めた能力が解放され、ボン、となる。これを、イヤボーン。という他類似作劇に「仮面ライダーブラック RX」におけるその時不思議なことが起こったというのもあるにゃ。基本的に視聴者の心情に寄り添い、整合性は全く気にしないというやつね。その勢いでポッパルチップムは倒される。はやこの星の未来は私が守る。流れ出すオープニング主題歌。ルル大丈夫か、待たせてすまない、そこで見ていてくれイサミ、ガガピー。いくつもロジックも整合性もない勢い展開。でもこれをやることは最初から分かっていた。そう考えるとロジカルな展開、複雑なようで勢いだけ。そして前回冬打ち一撃でブレイバーンを倒したイーラを今回は真正面から倒す。もう完全に勢いだけ。まさにそこがブレイバーンよね。バン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 ブレイバーン。嬉しいような物足りないようなよ。いや楽しい楽しい。そして、現れる新たな巨大なフォン。ベルムビータ。ここでイパッと終了。ベルムビータは、ガンバルガーのスーツや、ブィーガンの MS で有名な、石垣純也氏のデザイン。イーラのイライラムカム化したトゲトゲしさに対し、こちらは女神像的。私は、ベルムビータ、8つのバーンブレイブスパーク。話を聞かずに、ディーモンぶち込むイサミバーン。ブレイバーン化すると、話を聞かなくなるのか。ベルムビータは、8つの望みを叶えたことによって生まれた命。デス・ドライブズのそれぞれが望む死を得たから、ということね。でも、デス・ドライブズ、死ぬと結晶化して、飛び散ってるのだけど、ステルビアは、飛び散ってないので。あ、死んでない可能性が残されてるのね。押して参る望みは叶えられたけども。どうも、私はバーン・ブレイブ・ビッグ・バーン。名乗ってる最中に、開幕ビームをぶっ放した、イサミ・バーンだが、会話を開始。忍者スレイヤーか。ベルムビータは、複数の死を知ったと、死にたくない、多くの死を味わいたい、に到達した存在。あ、これは倒しても両親の呵責がゼロな敵だ。ベルムビータ、お前は敵だ。いや、分かったでしょうに。始まるバトル。そこに、追いついたアライドタスクフォース。あ、被害を抑えるために、イサミたちが単独で乗り込んでいたのだけど、追いついたのね。F35、ジップ、ロボ、バラバラに出血してくるので、もう位置関係の整合性は横に置く感じね。ベルムビータ反撃し、地球軍はアワイヤ、となるが、復活したステルビアがそれを助ける。結晶化してないから、死にきってないってのはこのためね、天空戦記シラト的な。このステルビアは、先ほどのイサミバーン誕生と同じように、ブルルビアとして復活したものらしい。まあ、やるとは思っていたわよね。思っていたのよね。ご都合主義が、最初からやると分かっていると、ですよね、に変わる、というやつよね。ルル。イサミとブレイバーン助けるために未来から来た。いきなり説明だな。今まで隠してたのに。そうだったのかルル。理解早いなおい。じゃあ君は今から未来戦士ルルだ。理解がその先を言っている。そして未来戦士ルルは月刊ホビージャパン5月号から連載開始。何でもありか。ただもう何でもありも想定済み。想定済みだと強引もありになる。みんなの勇気ブレイバーンと融合してゆく。元気様ね。バーンドラゴンと合体、さらに巨大化。ウルトラマンね。このサイズ。これはでかい。そしてその巨大ロボの取っ組み合い。2D アニメ的な、止め跳ね払いが、綺麗に決まった、3D のアニメは、巨大感と合わせて見栄えがすごく良い。あ、なんかもう、部長は、メカ線良ければ、それでよしモードなのね。いや、整合性は気になるし、細かいネタ振りには、ちゃんと答えてほしいのよ。それでもそういうのは、ひとしきり楽しんだ後でいいと思うのよ。はいはい、一応全部予想通りだし、来るべくしてきた展開だものね。CG による複雑なメカの格闘戦が、複雑さをうまく調整して、モーションの止め跳ね、払いが絶妙で、わかりやすく、展開するわ。この辺が、ガチャガチャしすぎないうまさね。そして格闘戦でイラっときた、ベルムビータの、全人類今すぐ死ね。攻撃に対して、前から存在が示唆されていたこれ。ステルビアコクピットのそれはまだ早いレバー。チェンジステルビアソード。前やると思っていたけど。まったく、変形パターンも何もあったもんじゃない変形だったわ。そこをもにょるのかい。有機融合した、バーンブレイブビッグバーンプラスステルビアソードに敵はない。最終バトルに決着。ブレイバーン、ステルビアの退場、スミスの復活。ここ、手っ取り早いな。人々は、私をヒーローと呼ぶがそれは違う。この壮絶な戦いに参加した誰もが皆、ヒーローだった。ここで、オープニングのイントロがかぶり出す。燃やすんだ。勇気を、それこそが、勇気爆発。バン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 。ブレイバーン。オープニングのテレビサイズカラオケ開始。やりよるわ。いやー前から思ってたけどこの、オープニングの前奏が長いの、いかにも、で、いいわよね。ここに来て、感情のためがめっちゃ来てて、すごくいいわ。いいわね、ムズムズするわ。バリバリに歌詞表示のあるカラオケ。これはたまんち。愛を、生を、闘志を、刃に叫べ。ガッシャンガッシャン、キュピンと、効果音もりもりでのオープニングをカラオケバージョンで。明日を願う涙、笑顔に変わるまで。オープニングが、ずっと本編を歌い上げていたことが、ここで再度示されて。バン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 ブレイバーン。物語が閉じられるわ。はぁ。非常にきっちり盛り上げて終わったわよね。よかったよかった。全編を通した感想。基本的に大満足よ。楽しい1クールだったわ。いやー満足満足。ただ最初にちょっと触れたように、大ヒットだと思うけど、ホームラン打ちかませるポテンシャルがあったので、惜しいなと。まあ、好みの問題だけど、部長が上がったり下がったりしてるの見てたから、気持ちはわかるわ。第1話のインパクトの盛り方、ブレイバーンの正体が明かされる前後、時間とこう丁寧にやる可能性の示唆。そういうのは全部横に置いておいて、とりあえず勢いでぶっちぎる作劇。この辺の雑さも味わいだから、そこも含めて、ブレイバーンということだと思うわ。それを期待していた人も、いっぱいいるでしょうからね。むしろ必要なお約束を、抜け漏れなく全部突っ込んである、丁寧な作劇とも言えるわ。王道の満完全席よね。やりたいことすし詰め満員電車的にゃ。個人的には、SF 的になちがちである必要はないけど、まどかマギカや、バックトゥザフューチャーレベルの、整合性は欲しかったのよ。その2つ整合性取れてる？取れてるとは言い切れないけど、取れてる可能性を示す程度に、ロジックはこね回されてるわ。私が理屈っぽい視聴者だからね。バカバカしさを楽しむには、それの土台はしっかりしているのが好きなのよ。ただ例えば、ボボボに物語の土台のリアリティを求めるのは、薄いになっちゃうじゃない？そりゃそうよ。ただ、ブレイバーンは、冒頭かなり丁寧に始めたので、物語のリアリティレベルが、ボボボなのか、マドマギなのか、惑う部分があったのよ。マ部長はそういうの迷うタイプよね。ガルパンとかも、序盤は、戦車砲が生身にヒットしたらどうなる？と、考えながら見てたわ。あ、制作者が想定してない見方をしちゃうタイプね。あれって、そういうこと考えないお話よ。って、提示されるのに結構時間かかったでしょう。3話ぐらい疑ってたわ。茶道、華道、戦車道って言ってる時点で、そういうことは考えない、と判断してよかったのだけど、ガルパンはマドマギと時期の近い作品だし、何か、やらかすパターンかもと、3話でも見られる可能性あるし。ないわよ。ブレイバーンは、1話は、かなり情報を貸してなかったり、その後ずっと、ミリタリーも忘れてないですよと、F35 のカットを入れたり、いろいろと煙幕を巻く作風だったのだけど、どっちかというとその煙幕そのものが、私の好みで。あ、本筋より煙幕が好みだったのね。ラーメン屋のランチのおまけのご飯と漬物が美味しくて、そっちのファンになっちゃうみたいな感じかにゃ。上等の料理に蜂蜜をぶちまけるのもときしそう、とかかなと思ったら、蜂蜜がメインディッシュで、監督も養蜂のプロみたいな感じとか。例えとして分かりにくい。で、ストライブズが喋り出した時点で、そういうとこ真面目にやる気なしだ、ということに気がついたのだけど。まあそうよね。結果的に、どこまで真面目にやるのかな、やらないのかな、というのを探り探り見ていて。こういうのは、この作品はこういう作品、という、断定をなかなかさせないことが、興味を引くフックとして機能するのだけど、最終的に、そこは真面目にやらない、と、そういう風に着地すると、こちょっとはやはりそっちかと。最初から、もっと不真面目全開だったら、気にもならないのでしょうけどね。そこを揺らがせていたからこそ、1クール、楽しく見れたわけで。アースを考えると難しいわね。ただ大真面目なロジックと、バカ丸出しは、共存できるので、できれば、大真面目のロジックは、尺はそのままに背後に走っていれば、自分にはもっと刺さったと思うわ。部長タイプの面倒くさい視聴者はそんなにいないから。ただわざとバカ丸出しを強く押し出してある爽快な作劇だけど、ちゃんとほじくればまだほじくれる可能性もあり、でもほじくっても無駄な可能性もあり、この辺ジブリ作品やアンの作品が深掘りできますよという安心感の上で視聴者に提供されているのと違って、あ、深掘りするリスク。時間とこのネタをやったからにはもうちょっとピースがパチパチハマる快感が欲しかったし、でストライドズが8つの水溶剤を元ネタとしている時点で人類文明との接点とかありそうだし、ATF の司令官とか、佐竹隊長とか、モブ化するにしても、ほんと筋肉マンのリングサイドみたいだったり。筋肉マンのリングサイドはパワーワードにゃ。なので、自分の中ではブレイバーンは、面白かった。なんかもっともっといい着地があった気もする。という、微妙なポジションなのよ。リアル兵力が、もうちょっとこうね、物語の刺身の妻以上の使い道があれば、もっといろいろ忘れることができたのだけど。ほんと、煙幕とか、刺身の妻とか、カレーの福神漬けとか、親子丼の三つ葉とか、メインじゃないものに惹かれる女ね。メカブチャンネル。いや。そんなわけでメカブでは、勇気爆発版ブレイバーンを超楽しみました。楽しかったわね。大張監督の代表作になったと思うわ。なんか、監督としての株が上がった気がする。ちなみに私が視聴継続を決めた決定的シーンはこれよ。さっきからなんなんだこの歌は。ここでバカゲージが振り切れた気がするわ。あ、リアル世界でバカをやる感じか、と。部長好きそうよね。実際は ATF の人たちがどんどん影が薄くなったように、リアル世界の成分はそんなにないのだけど、そこ重い。本当中にはきっちりしっかり楽しめたわ。短いという話もあるけど、これゆっくりやるともっとアラが目立つと思うし、結果的に最善だったと思うのよ。部長せっかちだしね。2時間ぐらいにまとめて、劇場版作るとすごくいいと思うわ。劇場版、ごくり。チラッチラ。そろそろ締めるのにゃ。せーの。バン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 。ブレイバン。お風呂入れよ。バン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 。ブレイバン。歯磨いたか。また来週。ブレイバーンは今週で終わりにゃ。メカボは今週まだまだやります。チャンネル登録、拡散ありがとうございます。コメント、拡散大感謝。目指せメカ部員1億2000万人。よかったら他の動画も見てってね。グッズもあるのにゃ。では次のメカ部の時間、メカ部チャンネルで。